はい。堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、桐生ちゃん編どこで終わってたっけ。橘の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。この橘さんの運転さばき、ずいぶん前のことのように。やがて殻の一つぼをめぐる熾烈な争奪戦は感じる。ついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。はいはいはい、あったあった。ここでもめっちゃ戦ったよな。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一つぼの所有者の名を明かされた。桐生ちゃんは桐生ちゃんで蒼天堀、その人物の名は牧村誠。行こうとしてたんやっけ。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。あれ、じゃあ世良さんが言ってた、もう信用できる人に渡してここには牧村誠いいひんって言ってたのは、第13章罪と罰、小説の名前みたいやな。あるもんな実際。こいつか。あ、牧村誠を託された不動産屋って。ノーナイスピーチ。ほら喜べよ。あ、でも知りたかったんだろ。こっち側のなんか立花不動産話から始まるんや。桐生一馬な。もうこれ桐生ちゃんが誠ちゃん受け取った後ってことやもんな。今からやんのはその受け取るまでの間の話。あ、輪島がズバキンを訪れる8時間前からやっていくわけや。そっか。じゃあ桐生ちゃんもこんな若い時に蒼天堀来たことあったんやな。どうも落ち着かねえな。2で初めてかと思った。前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う、似て非なるものって感じか。前っていつな。あんた蒼天堀にいたことが。神室町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。ほんまほんのって言って、その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ちょっと前、ほんの 4,5 人の所帯でね。ほんの。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。誠ちゃんがな、まあね、なんか閉じ込められてたのも。当時組んでたやつが今小福町にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな、キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんでね。寄るとこ。どこ行くん。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。渋沢組と近江連合の動きも少しは分かるかもな。それ日教連の人。お前にはビデオ屋で世良って男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。セラってのも立花不動産のもんか。いや、東条会の人間だ。日教連って組織のな。うん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 。日教連聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。世良さんが直接電話してくんの。そういうこと。じゃ、また後でな。ゆうゆうと歩いていくやん。
セラという男から電話がかかってくるのは小副長西のキャルってビデオショップだったな。仕方ねえ、行ってみるか。そこでもうブルセラ売りそうな女の子2人ぐらいいんねんけど、ブルセラをやめろ。そういうわけじゃないんや、サブストーリーかと思ったのに。あ、そう。え、絶対さ、ケリュウちゃんでこのタイミングでしか出えへんサブストーリーとかありそうやんな。ないんかな。一応目的地はここか。でもな、え、キリュウちゃんでも地下闘技場行けるん？ちょっとうろうろしてみよっか。なんかさ、いろいろ動き回ってみてんけど、うちの調べが足りひんだけの可能性もあるけど、見た感じサブストーリーもないし、まあもちろんサンシャインにも入れへんし、ないんかな、キリュウちゃん編で蒼天堀でイベントっていうのは。なんかな、からっきしやねんな。ちょっと喧嘩でな、あの絡まれてる人いて助けたりはしたんやけど、そんな程度やわ。普通に助けてありがとうって言ってスタミナ X もらったぐらい。あれ、このフグ屋じゃなくて、フグ石な。フグ食べたことない。あ、キャルあっちや。こんな、なんかちょっと高そうなお店もあるようなところの、こんなところに、いかがわしいビデオショップキャル。小福町西のビデオショップキャル、ここだな。よし、中に入ってみよう。そっかー。ほんまはあったりしたんかな、サブストーリー。わっ、ほんまや、いかがわしいのいっぱいある。いらっしゃいませ。ブラウン管テレビや。うちがさ、初めてのお客さん、はい、うちは A 門揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。ちょっとそういうんじゃないねん、今回来たんは。データか VHS かだけは気ぃつけてくださいね。何ベータって。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。あれ今、なんや、あれ今すんじゃ。いや、パンツいいひんかった。あんたのキリュウさん。あ、そうです。ああ、ほな、ちょっと待ってな。奥に部屋あるから。ん？奥に部屋？あ、その裏？特別なお客にはここ。中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。すごいな。サクッとそんななんか秘密っぽいところ。っていうか、さっき、さあ、なんだっけ、カツアゲくんじゃなくて、絶輪くん、いんかった。うわ、なんかめっちゃ、スクリーンまである。ここはビップルーム。あんたの趣味の部屋ってことか。あ、個人的な部屋。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金、立花さんもここで出してくれたしな。いかがわしいビデオ見てんの。まあ、くつろいで。ありがとう。すごい。ほんで、立花さん元気しとる？高そう。ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ。ちゃんとそういうことも知ってんねや。まあ一緒にくつるんでたって言ってたもんな。蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた、立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。へー。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。ボスになったんや。ほんできっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったね。義手であんだけ動けてたもんな。今の立花からは想像つかねえな。いや、ちょっとつくで。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに
自分たちの頭になってくれってな。へえ。まあ貫禄の際や。橘さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ。聞いてない？橘さんは中国残留孤児の二世やで。そんなんポロって言っていいん？中国残留孤児。橘さんのお母さんは日本人やった、中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。橘さんはその間に生まれたんや。望んでなかったってこと？橘さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。ああ、そういう時もあったやろうな。その土地のマフィアだけは橘さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で橘さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。そっか。小田さんなんて年は自分の方が上やのに橘さんのことは兄貴や呼んどった。年はと小田さんの方は。おお。よう、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれ、ほんま？ほな、ごめんな。ごゆっくり。店長、ペラ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 喋ってたけど、よかった。小田さん聞いちゃった。話長かったろ。いやいや、面白かったよ。面白かったって言ったらあかんな。あんたらの話を聞かされてた。もしかして、俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。え？ほんま？それよりあんたの方は。あれで大体合ってると思うんだけど。案外戻りが早かったな。ほんまよ。もうちょっとするかと思った。でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。ああ。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。西谷さんの。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってこと。で、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。ここでサブストーリー出るかな。いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。店長の兄ちゃんからもうちょっと昔話聞きたかったな。あ、追い出された。まさか小田が電話番号を変わってくれるとはな。せっかくの自由時間だ。お呼びがかかるまで大阪の街を適当にぶらつくとするか。適当にって言われてもそれはそれでちょっと困るかも。この人らもサブストーリーじゃない。サブストーリーキャッチャーみたいなのつけてたっけ。あ、それこれこれ全然違う。トラブルファインダー。街中で困ってる人。一応つけてるから、もし発生してたら地図に出てる。けど、出てないってことは、サブストーリーっていうもんはないんかな。多分歩き回ってたら何かに遭遇するとは思うねんけど、それはきっとメインストーリー的ななんかでな。まぁ、ちょっと歩き回ってみる？グランドが、引き金になるのか。キャバレーグランドか。すごいな。これだけの店は、カムロ町には見当たらないだろうな。あ、カムロ町でもこんなにでっかいのはない？お兄さん、グランドにご用でっか？あ、いや、今はやってないみたいだな。え、昼間から結構やってるやろ、グランド。あ、そうなん？逆に昼間でも入れるお客さんはもうビップ中のビップやったりすんのかな。営業は夜からや、さかい。また後で来てください。そうか。さすがにそこまで待つ時間はないだろうな。残念だが、諦めよう。あれ？あ、なんかあるかと思ったのに。
あ、無理ですよっていうのが分かるだけ。スランドのみんな、これあれ、こんな人いたっけっていう子がいっぱいいる。うちが手がけてない子ばっかりや。ああ、入ることはできひんのか。なんやその前にものペアルック。あっちにもペアルックいる。なんや、今男子の間の巷では友達同士で全てを揃えるペアルックがめっちゃ流行ってんのかな。ポケベル持ってる。そう、100万円自販機やろっか。34億あるからな。頼むで。あ、ん？超合金バット、そこそこ当たりちゃん。100万円にしては微妙かな。超合金バット、超合金で作られたバット、非常に頑丈で銃弾も弾ける、防げる。へえー、マスターボールとかもあんねんけどさ、塩も持ってる。せっかくやから装備しとこっか。もうちょっとうろうろしてたらなんかあるんかな。龍虎飯店？そういえば龍虎飯店は蒼天堀に本店があるとカムロ町の店主が言っていたな。あ、そこまでちゃんと説明してたっけ？キルちゃんに。でも準備中ってなってたけど。入れた。こんにちは。すまない、龍虎飯店と看板にあったか。あ、いや、うちの旦那は今ちょっと出かけてるからご飯は何も作れないね。おととい来上がってくださいね。惜しいなぁ。めっちゃうまいねんけど、あと一息やな。いや。いや、飯じゃなくて看板を見て興味が湧いたんだ。東京から来たんだが、この店はもしや。ん？お客さん東京から観光か？わざわざ蒼天堀まで来て中華料理なんて食べないで、たこ焼きでも食べてればいいね。いいやん、いいやん。代わりに。ラーメン食べに来てでもいいやんか。そうそう、武器のお客さんですよ。え？あ、いや、あんな狭くて暗いとこに出した店よく知ってるね。俺はその店の客だ。店主は元気だったか？あいつ料理の腕は良かったけど、最近は武具の発注が遅くてダメ。あ、口が滑ったね。なんでもないね。大丈夫、武具のことをメインにお店として使ってるから。やっぱり武具を扱っているのか、俺には隠さなくてもいいぜ。え？あ、いや、あなた弟子がいてたモニターの人ね。あ、そっか、モニターっていう扱いやったっけ。よく来たね。でも何しに来たね。何やら蒼天堀も物騒なんだよな。万が一に備えてこっちの店でも武具の世話になれないかと思っていたんだ。なるほどね、いいよ、はい、でも旦那は今の顧客で手一杯だから、きっとオーダーの武具は作れないね。ああ、武具購入売却修繕で良ければお客さんも使っていいよ。ああ、助かる。じゃあこっちにいる間はよろしく頼む。龍虎飯店、蒼天堀本店で武具の購入売却修繕ができるようになった。いや、でもそんなに使わへんやろうな。実際武器そんなに使ってへんしな。なんやろ、うちはついついなんか素手でやっちゃうねんけどさ、武器に頼ってはいけないって。いけないとは思わへんけど。なんか、素手でやりたがんねんけど。ポケベル？電話かかってきたってこと？セラさんから。小田からの呼び出しだ。セラという男から電話がかかってきたってことか？とにかくさっきのビデオショップに戻ろう。グランドとこの龍虎飯店行くのがキーになってたんかな？じゃあ、まあサブストーリーも、ないし、おとなしく戻る？テル、オーケー。電話が来たってことか？テル、オーケーね。これでそう読むんか。はぁ。